皆さんこんばんは。こんばんは。今回も井上先生に呼ばれましてお話しさせていただくんですけども、前回は割烹生態術だったんですけども、今回は私の武術を習った沢井健一先生のお話をしたいと思います。沢井先生は1903年に生まれて、1988年の4月16日に亡くなっています。85歳です。本当は100歳まで生きたかったみたいなんですけども、途中残念ながら85歳で亡くなってしまいました。でも一月前まで明治神宮に来られて、私たちにもずっと稽古を組手もやられてました。もう沢井先生は中国に、1931年に渡ったんですけども、その前に日本では講道館柔道、講道館で柔道を習ったんです。立ち技が得意だったんですけども、でも寝技がちょっと苦手なんで、それで寝技も少し勉強しようということで、福岡の岡山六甲というところに寝技の勉強をしに行ったみたいですね。それ3ヶ月間やったら、なんか頭の毛が抜けてしまって、それをそのまま病院に持ってったんですけども、これはもう毛根が抜けてしまってダメだって言われて、ダンディな沢先生にとっては非常にショックで、なんかどうしようかとすごく悩んだみたいですけども、でもこれもうしょうがないから強くなって女性にモテようということで、絶対に強くなると、そこでもう柔道を3ヶ月間風呂にも入らずに やったみたいですね。で、3ヶ月後に戻って高度会に戻ってきたらば、ちょっと分が悪かった人にも寝技でほとんど勝てるようになったんです。で、その年の暮れの紅白歌が、紅白勝ち抜き戦ですか、10人抜きして、翌年もまた紅白で10人抜きして、加納治五郎先生から言い渡しの柔道を5段渡されたみたいですね。もうその当時はほとんど講道館では、敵なしみたいだったみたいです。柔道というか、その間にも居合剣道もやって、居合は中山白道師範になられていました。それも4段まで行ったみたいです。そういった経過で柔道で、あとボクシングなんかもやって、相当武術にはすごく自信があったんですけども、中国に渡ったのが1931年、28歳の時ですね。で、すごく沢井先生は朗らかな人で、友達も中国人の友達もたくさんできて、で北京でお酒を飲んでる時に、シュワイジャオの横にあるんですけども、シュワイジャオってのは中国では日本の柔道みたいなものなんですけども、それ相手は100キロくらいあって、で互角みたいだったんですけども、で飲んでる時にその彼が、君とは投げ技では互角だったけども、もしもパンチ使ったらわからないし、私の先生はもっとすごく小柄だけども、まずかなわないだろうと。で、沢井先生は武術にはすごく自信持ってたんで、本当にそんなすごい先生が中国にいるのかなというふうに、でどうしても会わせてくれという、それで結構会うまでに期間かかったみたいなんですよね。それで実際に会ったらすごく
小柄な老人で、もう1メーター60センチくらいですかね。あ、もっと小さいかもしれないですけどね。そして立ち会った結果、まあ、全然歯が立たずに、でもうショックを受けて、まあ、屋根から飛び降りて死のうかと思う。まあ、それはあの言葉の冗談なんでしょうけども、そのくらいあのショックを受けて、それでどうしようかなというふうに考えたときに、これはもう入門して、習うよりも他にしょうがないというふうに考えたんですね。それで入門を請願したんですけども、あの大河西先生は、外人は入門させないという方針だったみたいで、それでも沢井先生はものすごく熱望家で、1週間毎日大河西先生の門まで行って入門を請願してやったんですけど、ようやく1週間後に大河西先生諦めて入門許可をくれたんですね。でその時に大河西先生が入門したからには絶対やめないという欠番書まで書かせて入門されてたんですね。まあそういうふうなあれだったんですけども、まあ私もここ の入門したっていうか、ちょうどここの明治神宮で稽古したんですけども、今日も帰ってくるとき代々木公園から昔稽古したとこずっと歩いてきたんです。結構原宿は縁があって、10年前くらいにはここの原宿 のスターライトスタジオっていうところの、ライジングプロダクションってあったんですけど、そこで空手の子供たち、あ、ダンス教室ですね、そこに教えに行ったことあります。それ約8年ぐらい、ここのちょうど明治通りの時にあったんですけど、ね、結構いろんな子供たち来てましたね、その時。まあそれは余計なことなんですけど、まあそういうことで入門できて、最初習っていって、まあ北京の何ていうのちょっと忘れましたけども、そこに最初の稽古に行ったら誰もいないんですよ。まあ本人はね、なんかこうただぼんやりと立ってる人たちばっかりいて、あれ誰もいないなと思ったんですけど、後から大河西先生が来るとみんな挨拶して、あ、この人たちなんだなと思い分かって、それから習ったのがまあ立前という、まあ、向こうでいう担当校なんですけども、もうそれしか教えてもらえなかったんですね、最初で。最初の3ヶ月間1年くらいはそうやってやったんですけども、なんでこんなことをやって強くなるのかなというふうに思ったみたいなんですね。でも信じられるのは、大河西先生と立ち会った結果全く歯が立たなかった、その強さだけで、どこに行ってもなんか毎日立前やってるみたいです。もうひたすら、まあ、その間に兄弟子の楊宗君先生に預けられたんで、そこに行ってかなりのことは習ったみたいです。でだんだんと 外国人だということで、いろいろな大河西先生来た時に捕まえて、柔道得意だったんで、打拳じゃなくて捕まえてからやらせてくださいとか言っても、それでも全然もう投げるところじゃなかったみたいです。いざとなったら、まあ、寝技に引き込めば勝てるだろうなというふうに思ったみたいなんですけど、全くそういう段階に持ち込むこともできなかった。それが、まあ、中国に渡ってから4年後なんですね。で、その入門してからまた4年後に
まあ、8年後に第二次世界大戦が始まりました。それ第二次世界大戦が始まったということは、そこでまあ軍人になったんですけども、中国ではまあ敵対国であったし、非常にもう何て言うか微妙な立場だったんですけども、まあ日本の方がまあこう有利な立場だったんで、向こうのまあ軍人も全部敬礼してくれたみたいなんですけど、でも満州に渡った時に、まあ経緯はちょっとわからないんですけども、日本兵3人と捕まって、まあ、話していいかどうかわかんないんですけども、まあ杭に縛られてですね、3人杭に縛られて、脇に藁を巻かれて、で一人一人火つけられて、全部燃えてから一人二人三人で、三人目に沢井先生だったんですけども、中国兵が君は死ぬ前に何か言うことがあるかねと言われて、で沢井先生はまあ逃げないから縄をほどいて歌を歌わせてくれって言うんですね。それがまあ出陣の歌っていう歌で、私もですね、東京に出てきた2年目だったんですかね、新宿で忘年会を三角ビルでやったんですけども、その時に沢井先生がまあ最後にその蝶々がその話もわずかにしてくれて歌ったんですけども、まあなんていうか蝶々がっていう中国意味は全くわかんないんですけども、もう声量がすごくて、隣の宴会の人たちみんなこう聞いてたみたいですね。まあそれでその場は一応なんか中国兵も感動して、出陣の歌ということで、で助けられたんですね一応。まあそれから山に入ってって、まあ縛られて、手を縛られて、足もこう縛られて、首にもこう後ろから縄を縛られちゃって、全く身動きが取れないような状態に置かれたみたいなんですけどね。でまあ見張りも3人いて、ちょうど何か知らない時に見張りが川の方に洗濯に降りたみたいな。その時沢井先生柔道もやってたんで、首がものすごく強いんですね。それでなんかこう切って縄もほどいて、まあその後登ってきた兵に、まあ、お年齢してもらって、そこからすごいもう脱出劇が始まったと言いましたね。もうだから戦争はもう殺すか殺されるかで、非常にもうしょうがないことだったみたいですね。まあ、そういうふうな、もう、まあ、やるかやられるかで、まあ、そういう、助かったみたいですね。でも、沢井先生という人は、すごく人の面倒見がいい人で、優しい人でしたね。まあ、こっちに帰ってきてからでも、夜中に友人が、まあ、本の中にも書いてありますけど、夜中に電話が来て、うちのなんていうか奥さんがこう死にそうなんで、なんとかできないかなって言ったら、じゃあすぐに行くっていう。それでなんか行っても、わしが行ってもしょうがないから、お医者さんを連れて行こうというかなって、それで近くの看板の入った内科医のお医者さんに、もう夜中だったんですけど、叩いて出てこないんで、そのままドンとこう入ってたんで、後からそのなんていうかね、お医
医者さんのとこに行ったら、夜中でどんどん叩く人は結構いるけども、どんどん叩いたなと思ったら、ドアごと吹っ飛んできたのは、沢井先生が初めてだって。で、沢井先生がもう上に行って、先生も死にそうな人がいるから来てください。そしたらもう、方針もバッグ持って、すぐ行ったんですね。で、後からまあ沢井先生が、まあ、御礼、まあ、助かって、御礼に行ったみたいなんですけども、そしたらその先生が、いや、よくあの時、あんな真夜中に来てくださいましたって言ったら、いや、もう、血相が、ドアごと吹っ飛んできたんで、断ったらもう何したらいいか分かんない、もう仕方なく言ったんですよ。まあその時はもう笑い話で済んだみたいですけどね。まあそういう熱血感の先生なんですね。そういだからそういう火あぶりの刑にあってももう動じないで歌も歌える、まあ目の前で二人も焼き死んでその後に堂々と歌う歌なんてなかなか普通のまあ心境ではできないことだと思うんですよね。まあそういう話とかまあ今だからできるというかあれですけど、まあそういったことで、でまた4年後に戦争が終わったんですけど日本が負けたんですね。その時もう中国兵の方がこう敬礼してくれたのは今度は負けたんで、こちらがしなきゃならなくなった。まあ、もちろん沢井先生も殺されるかどうかで向こうに北京に家があったんですね。奥さんと子供さんにいて、それで自殺しようかと思ってですね、格好自殺して、で関の守るを送る持ってて、それで本当に自決しようかなと思ったところに大河西先生が来て、それで日本人はすぐに負けたとか何かあるとすぐに格好自殺で死ぬということを考えるけど、せっかくこの違憲という、まあ、憲法ですね習ったんだから日本に帰って、今日本という国は敗戦国になってどん底になっている状態だから、君が帰ってそういう憲法を新たに作って帰りなさいと。でなかなか北京でもこう相当その当時は帰ってこれるような状態じゃなかったんですけどね。でも大河西先生とは向こうでは国衆と呼ばれるぐらいに権力というか、まあ、憲法結構あったんで、それで手配して船に乗っけてくれたんですよ。それでなんとか帰ってこれたんです。でも船の中はもうなんていうか地獄みたいだったって言いますかね。子供もいたけど10人ぐらい亡くなったり、全身白身になって、まあ感まあ想像というか私なんか全く想像もつかないですけども、食べ物もないっていう状態。でも沢井先生がそうやって大河西先生に敵国の人にこう守ってもらってやったのは、戦争当時大河西先生もなかなか物資に乏しかったんで、もうしょっちゅうこうリヤカーを引いて食料を大河西先生の家に持ってたみたいですね、毎回。そういったなんていうか熱いものがあったんですね、沢先生。とにかく負けてもなんていうかね、そういうものが非常に強いっていうか、でまあ帰ってきた当時に帰ってきたら、まあ帰ってく
来るときに大気施政憲法、まあ、通称大気圏ですけども、それを大河西先生の許可を得て日本に帰ってくることができたんですね。で帰ってきてから立教大学の中で稽古してたみたいですね。それから、まあ、明治神宮の中で数名の弟子だけたちと稽古して、その間に、ですね、昭和41年に極真空手の大山摩擦師範と知り合いになって、極真会館にも一応しょっちゅう出入りして指導もしたみたいですね。でその間に、その次の年に外人で最強と言われたカレンバハ師範が入門されましたね。これ1メーター90くらいあって120キロぐらい、柔道も ルスカっていう柔道家なんかいた友達で、柔道も腕筋ぐらい強かったですけどね。でカレンバハ師範はもう日本に来てからあらゆる人に挑戦してしたみたいですけどね。でまあ一応無敗っていうか、大山先生にも挑戦したけど難しいねと言われて、なかなか受けてはもらえなかったんですね。まあそういった中で沢井先生だけが、そう、技示して、それで入門したんですね。でそれから、まあ、実践中央憲法体験と、まあ、この込みそうなのってしてくれたんですかね。それを出版、すみません、これ、まあ、出版したんですね、初めて。本当は沢井先生は、まあ、本とかそんなもので本当の武術が分かるはずがないだろう、写真も嫌いだったみたいなんですけどね、写真も撮らせなかったというか、まあ今YouTube なんかに載ってる動画はよそから撮った隠し撮りした動画なんですね。結構写真なんかもだから遠くから撮ったみたいなんですけど、でもだんだんと写真でも一枚の写真からでもそのなんていうか分かる人がいるんだということに気づいて、それでまあ出版に踏み切ったみたいです。で結構なんていうか、まあ私も入門した当時はそういう体験っていうのはよく分かんなかったんですけども、岩手にいるときに大学の先輩が武田君こういうこの本を見せてもらって、こういう人がいるんだけどどう思うかねと言われてね、この首を見ろとかって言われて、ああすごい人ですねって言って、その私もまあ少し空手もやってたんで、でこの先生のまあ空手とこういう縦にこうがっちり受けるんですけどね、バチンとこう弾いたり、この写真見るとこう手のひら使ってるん で私みたいな小さいものでも、あこういうのだったらできるんじゃないかなと、その頃から、まあ、20歳ぐらいの時ですけどね、見よう見まねでやってました。でそれから、まあ、数年経ってから前回来てくれた岩手の平山先生が東京に面白い老人がいるから一度会ってみないかって言って、もう80近いんだけども誰とでも組手をやるって言うから一度やってみたらどうかねって言われて、そんなすごい先生がいるのかなと思って、じゃあぜひとももう会わせてくださいって言って会ったんですけどね。
まあ、それで池袋で会ったんですけども、会って話もう話がすごく長いんですけど、喫茶店で2時間3時間話してるうちに、途中で一旦池袋の公園に行って実演教えてもらい、あとその時短詩を見せてもらいましたね。これすごい、なんていうか動きで、今まで初めてこんな柔らかい動きに見た、私もこれ習いたいなというふうに思ったんですよ。そしたらまた喫茶店に入ってるうちに君は東京に来て、まあ、憲法、武道をやりなさいと言われて、その場でじゃあお願いしますって言って、まあ、入門したんですね。結構それから、まあ、明治神宮の ここにある中だったんですけど、結構厳しいもんで、毎週日曜日だけだったんですよね。昔の婦人は結構雨が降ると安心して眠れるって言うんですけども、ね、私も体験やってから雨が降ると非常に心が組み手をやらなくて済むなと思って安心して眠れたんですけども、ね、まあ、昔の侍は鉄砲に狙われないから火縄で、で安心して眠られてたっていう話ですよね。でそういう、まあ、結構大変な7年間なんですけど、一度沢井先生はうちの私が入社した江山先生の会社にいたんですけど、ね、しょっちゅう来てくれて、で夜中の3時くらい朝方まで飲んでたんですね、沢井先生と。土曜日ですけど、でまあ、でまた帰って朝稽古に行ったわけですけども、いくら沢井先生でもこんなもう朝方まで飲んで今日は来てないだろうなと思って見たら、もう先に来てて、武田君よく来たなって言われましたね。もう大変だろうから早く組み手やって帰りなさいってあ、やっぱり組み手やるのかな。まあ、結構その時も激しくやったことを覚えてですね、まあそういう色んな人と組み手でやったのが結構私のでも過程になって、いろんな、まあ、勉強にはなりました。まあ、沢井先生が習った憲法というのは大河西先生の、もともとは権威権を習ったんですけど、大河西先生の先生は角雲心先生といって権威権の達人だったんですけども、まあ、権威権から大河西先生が灯籠というか型を抜き出して、まあ担当校っていうか立前だけを一つの剣術にして意見にしたんですけど、ね、まあ鹿野小見さんも意見やってますけどね。もうやってます。あ、もうやってない。そういうなんていうか、まあ中国では革新的な憲法を創始した。今まではもう灯籠それだけだ。だけに結構もう厳格な権威権ですね。もう足幅一つこう違うと注意されるような厳格な権威権を習った中で、それを全部廃止して、まあ灯籠ですね。ただ大河西先生が教えてた意見というか、まあ大成権と言うんですけども、その後に楊宗訓先生が2代目が創始したのとちょっと違うというか、沢井先生が習ってきたのが大元の、まあ、意見に近いな、じゃないかなと思いますね。習いやすいように楊宗訓先生がいろんなこう技を灯籠じゃないけど習いやすいように改革していった。まあ合気道なんかも
いろんな理論に分かれたように、さっき話されたあの明治神宮でそうやって稽古してるときに、あの黒岩義雄先生という合気道の先生が見学に来られて、あのさっきも話したんですけど、ね、その時にその先生が、まあ、結構、まあ、若い頃に合気道の本部道場に沢井先生が大山正塚の先生を連れて行ったのをあの黒岩先生が覚えてて、それでいろいろ話を聞いて、あの一度、まあ、黒岩先生は目がもう見えない状態だったので、目が見えなくなる前に一度体験というものを見たいということで見学に来られたんですね。それでその黒岩義雄先生が、まあ、なぜか私に声かけておいて、ちょっとコーヒーって終わってからで話してる最中に、まあ、何を話したかちょっと覚えてはいないんだけども、あの武田さん、大気圏を1週間でもいいからやってみてくださいっていう頭の中にあったんですね。それで、まあ、おそらく合気道をやるきっかけになったんですね。まあ、合気道というのは前から知ってはいましたけども、でまさかやることになるとは思っていなかったんですね。まあそれでやってるうちに井上先生なんかと出会って、まあそれで1年、まあちょうど沢井先生が亡くなる前の年あたりに入門したんだと思います。で沢井先生、その時に沢井先生が1988年にちょうどその4月だかに私がうちに行って話を聞いたんですね。その時にまあ写真もあるんですけど、ちょうど亡くなるちょっと前ですけど、まだ元気だったんですね。まああの時にお伺いして話を聞いて、で入院してから行ったんですけども、普通入院とか、まあ、言葉も喋れないような状態になると、どんなに強い老人でも普通のなんていうか弱い高校生さんになるとよく言いますよね。ところが行ったら、まあ、ちょうどなんかこう動けないような状態だったんですけども、もう元気で全くこう動けないような状態で何かこう言ってましたね。ちょうど綺麗な看護婦さんというか、まあ、そうですね、当時看護婦さんだったんですけども、そしたら沢井先生が、いやー体が動かなくなって下の世話までしてもらって、こんな別品さんに御礼ができないのは私は悲しいよって言ってましたけど、でその時に今度外人が来るから君はもうガンガン戦いなさいっていう、すごいもう寝てても強気、健全なる精神は健全なる体に宿るとよく言いますけども、沢井先生に限っては体が朽ちても魂がもう強いっていうか、そういう不思議な人ですね。やはりそういう殺されそうになったような、もう死んでもいいような状態というか、強い精神というかね、もうで、まあそういう入門したからには全く強くなるかどうかわからないような状態でもずっと続けて、そういう日本の侍の精神でやめるわけにはいかない、中国武術なんだけども、最も日本の侍の精神を持ってたのが私は沢井先生だと思って、まあだから大気圏は、まあ中国武術は言うけども、
日本のその沢井先生がもう進化した日本武術だと私は考えていますね。まあどの武術でも素晴らしいで私は全部好きなんですけども、まあ縁があってあのやったんで続けてきてます、ね。まあそういう。何か質問があれば伊藤さん何かないですか。ちょっと今思い浮かばないですけどよろしいですか。はい、合気道の本部道場に、はい、大山正さんが来られた時の話は何かあったんですか。その時はあまり聞かなかったんですけども、よくまあ2、3回行ったみたいなんですけどね。でもどういったことをやったかっていうのはあまり聞いてないです。ただあの後から上柴先生とも親交がかなり深くあったんで、あのうちの息子を体験教えてくれというふうに言われたということもあったみたいですね。でもまあそれはもちろん実現はしなかったんです。まあ本当かどうかはもちろんわかんないですからね。まあでも、沢井先生はいろんなとこに行ってそういう練馬したというか、かなりまあそうですね、上柴先生とも本当にその周りの人たちなんかもかなり深い付き合いもあった方もいる。まあ、一番と付き合いのあるのは極真空手ですよね。まあ、当時の今の堂山師範をはじめほとんどみんな結構やってる人が多いです。まあそういった中でもあれですから、まあその本部道場に行ってどういったことをやったかということはちょっとわからないですけど、大丈夫です。でも黒岩先生は当時まあその時結構痩せてこられてましたけど、まず当時はあの100キロくらいあってボクシングもやって、上柴先生のボディーガードみたいなのもやってたんで、言ってましたけど。住み込みで。住み込み。あだからあの時に黒岩先生が来てな、見学に来られてなかったら私はやってなかったかもしれないですけどね。どのくらい黒岩先生にはなられるの。私はあの立教大学に教えてる時に、はい、まあ、本部道場に行ったんですが来なさいと言われて、はい、ああなるほど。あと城西大学ですか、2カ所ぐらいに来なさいと言われて行ってた記憶があります。あなるほど。ただものすごく柔らかい技だったような記憶なんです。愛媛神社に、行かないかと誘われた時も、はい、いじめられたくなくてやめなさいと言われてというような記憶が。僕、杖を持って何か説明されてたみたいですけどね。よく雑誌なんかにも出てた先生ですけどね。あの合気道はあの戦争が終わった後に、はい、あの表の技は全部消したというふうに聞いて、あ私も教わりましてですね、はい、あのもともと上柴先生の甥御さんが大本教で関係、と戦うために鍛えてた。合気道という名前かどうかわかるのですが、はい、かなり攻撃技があったのを戦後封印したというのは聞きました。あなるほど、ね、ですから歌えてやるのは合気道じゃないとか、全部言われてました。まあ持たれても持たれ
ってからでも実際にあのそれはそれなりに大変なものがありますけどね。そうですね。ですからあの、持たれた状態で、なんて言いますかね、手がくっついてくることがありえないとか、あの全部あの、そういうことはうるさくないとか。まあ、そうですね。まあ、私なんかはこれ、あの大気圏の立然とか、肺を、他にそういう練りとか練習があるんですけども、まあ、私もそういう中国憲法だけじゃなくそういう合気道、居合も剣道、まあ、一番最初に剣道からやったんですけども、そういったものを含めると全部それは練りですよね。だから何をやっても練りになるっていうか、まあ、沢井先生が最後に、まあ、全ては大気圏になるよ確かにそうだなと思います、うんうん、まあ沢井先生で、85歳だったんですけども、まあどんな状態でも年取っても、昔強かったとかっていうことを言うんじゃなく今現在あの手が悪かろうが足が悪かろうがどういったことで技を示せるかっていうそれだけが武人の証であるっていうことをよくおっしゃってましたね。昔こう強かったからあいつと戦ったとかっていうことじゃなく今どうやってこう技を示せるかそれだけが本当に武人の証であるっていうのをよく言ってなるほどなと。まあ、そうですね。でも最初、剣とか習ったときに、最初空手を習ったんで、がっちり締めるんじゃなくて、体験というのはとにかくこう縄のような手にならないですよ。本当にこう、あのフラフラっと握らないで。で、一度、ちょっとこう、剣をふわっとズンときてなんか背中に電気が走ったようなショックというかありましたね。まあ沢井先生結構正義感の強い人で池袋で飲み屋さんでそういう暴漢があった時にヤクザ者として本当そこのおかみさんがまるでもう映画を見てるように全部一発で倒したすごい剣ですね。でもそういう剣ってのは一体どうやったら生まれるのかっていうのはその当時私はいくら考えても分からなかったですね。今なんとなく分かる気がします。まあ沢井先生とかほど遠いですけど、まあ、不要な、まあ、ここに書いて不要な力を使わずにタイミングとバランスで戦うのが大気圏、まあ、もちろん他の武道も同じだとは思うんですけど、ね、あと何か質問は一つ、はい、いいですか。最初では剣もやられてましたよね。はい、居合とか仲間になるとで、そういう依頼とかそういうのを高田先生のところに見せていただいたこととか、はい、なんかそういう権利を、まあ、指導中に、はい、ご指導されるとか、要するにだから、まあ、中国的な動きと違った、まあ、日本的な、はい、まあ、先生も進学理なんかいろいろやられてるけども、はい、なんかそういうことのことを教えられる機会というのは、まあ、一つはあったでしょう。ちょっとずつは見せてくれたんですけども、実際にそういう居合とか刀とかそういうことじゃなくて棒を持ってそれを捌く稽古ですね。棒術、タイミングで棒で ついて捌く練習ですね。
その最初私も入った時には、まあ、剣道はやってましたけども、まだ居合とか新幹線とかやってなかったんで、あの質問することもできなかったんですね。もしもその時に今であればたくさんいろんなことをあの質問できるんですけどね。おそらく澤井先生はだからあの私たちにあのいろんなことを説明するのに非常にあの苦労した。もうあらゆることを体験してきた先生ですが、まあ戦争中だからもう人、それこそ数えきれない人も殺めざるを得なかったというか、本当人間っていうのはなんかもう局面になると腹槍で突き通されてもめったに死なない。ところが一箇所首ちょっと切っただけでも死ぬ場合もあるし、言ってました、ね、まあおそらくああいう本当に戦ってきた先生っていうのはもうおそらく今後そういう実践になることはないでしょうしね。戦争もしもあったとしてもそういう核戦争とかあれでないでしょうか。そういう話を聞けたのはまあ私たちの代で終わりかななんて思ってますけどね。結構いろんなこと見せてはくれましたよね、かなり。どうしたら木刀というか、木刀と対決するときに取ることが できるかとか、かなりいろんなことは習いました。新加減の無刀流とかあるじゃないですか、無刀流、新加減の無刀流とか。はい、あれだとやっぱり違いますか。佐々木先生の、まあ、武道ですよね、ええ、それは どうですか。かなりあの近いものがですね、新幹線流の、まあ、あの小立ちと佐々木先生 の、 あの小立ちは本当にこう似通っているというか、半面になって小立ちで結構やるとあの強いんですね。実際にこう両手立ちだとこう両方が塞がっちゃうんですよね。だから小立ちだとあの全部空いてるしこっちも使える。結構まあでもあのこれやっててもいろんなことやってる人はもちろん強いんですけども、全くあのやってない人がこう振りかかって来ても前を知ってるとなんかこう赤子のように裁くことができるような気はしますね。まあ澤井先生はまあ、あの中山博道先生に習ったけども、中国でそのいるときに俺の中に熊を飼ってて。熊を見ながら結構研究したらしいんですよね。熊の動き、なかなか今熊をペットにする人はいないと思いますけど、まあ熊の攻撃は3打目に仕留めるっていうのは終末で分かってるみたいです。でも熊といってもなかなかあの立ち会ったら勝てないだろうなとは言ってましたよ。素手では、あ、そうですね。私もちょうどあの居合丹崎智明先生に習っている時に行った時に、あの中山白道先生もちょうどどっかの雑誌社が取材に来ててちょうど見せてもらった中山白道先生が着ていた道具とか木刀とか、まあ幸運だったかなと思ってるんですけども、その時にまあ丹崎先生にもその時いろいろ話を聞いたんですけど、なかなかその時にも私もあのまだ居合知識がそんな豊富じゃなかったんですよ。
まあ、聞けるような立場でもなかったし、でも丹崎先生とも山形の宮城神社に 3回奉納演舞に行ったことはあります。結構丹崎先生もあの中国に渡って戦争を体験してきた先生で、そういう人に語れないようなこともたくさん経験してきたみたいですね。それじゃあ鴨子さん、何か澤井先生っていつもスティッキを持っているイメージなんですけど、はい、別にその足腰が不自由なわけじゃないですか、あのスティッキ、それはまあ武器に使うってことなのか。いや、武器に使うんじゃなくて、一応あの持ってて手首の鍛錬に、ここを鍛えてるんですか。要所要所でやってたみたいです。それで実際に何かあった時にこう引っ叩いたりとか、一切実は仕込みだったりとかってことは、そういうことはないですねそれはないですね。それ作ってくれたのが、まあ、伊藤さんっていう人、まあ、伊藤先生ですね。まあ、最初私が東京に来た時に、いろんな統制者の会社に入門したんですけども、その時に大工さんであった伊藤さんが来てて、澤井先生と私と教えて練馬の体育館に連れてくれたんですけど、その大工さんが削って澤井先生に渡したのがその木刀なんです。で、練馬の体育館で初めて行った時にも、やっぱり岩間先生と初めて会った時にも組手でしたね。まあ、それから岩間先生のところでは12年間お世話になったんですね。そうですね、確かに常に木刀を持ってましたね。スティックじゃなくて木刀を削ったのもステッキ代わりにして、ステッキ代わりにして、すみません、もうちょっとついてなんですけど、はい、大気圏という気という言葉がありますよね、まあ、関東区にしても岐阜県にしても、はい、まあ、気を要請するとも言えると思うんですね、はい、で、まあ、我々どものアストクサロンでも気というのは一つのテーマになってまして、はい、まあ、今豊洲さんなんかも気の、はい、活用した治療も行っているわけですが、当然にその大気圏の中でその気という概念は、はい、それにどういうふうに財先生も捉えられていたのか、来てくるですね、それから自然的に木の力が出てくると、まあ、一種の生命エネルギーなんで、はい、逆に言うと治療もできる可能性もあるわけですよね。そうですね。でだから、まあ、竹田先生でもそういう治療もやってらっしゃるんですが、はい、そうと思うんですが、そういう木ということと治療という世界との関係、はい、あるいは実際に財先生はそういう気の力でその病人を治すとか、そういうことまで可能であったのか、あるいはそういうのを見たことがご覧になったことがあるのか、でその辺の気ということを体験の方でどういうふうに捉えて、あるいは澤井先生はどういうふうに捉えて、どういうふうにその治療とかですね、そういう健康法に活用されていたのか、その辺のちょっとことをお伺いしたいです。はい、まあ、体験というのは本当気を気なくして体験じゃないんですけども、ただ一般的に神秘的なそういうものじゃなくて、気っていうのは誰もが持っているもの、澤井先生の考え方で、ただそれをより発揮できる、体験できるのはそういう武術、何かあった時にあれなんですね。まあ、瞬間的なもので、気は誰でもが持っている、比喩してはピッとこう石と石をぶつけると火が出るじゃないですか。人間の体も何かで相手と摩擦したときに火がもう瞬間的に走る。何かでこう出そうというものじゃなくて、でも立然なくして大越斎先生は武術の一番
近道はとにかく単刀行、立前。向こうではもちろん立前とは言いませんけども、単刀行、それなくしてはもう語ることができない。まあ、なかなか日本に帰ってきてた沢先生、このただじっと立ってる立前なんか誰もが見向きもされずに説明することもできなかったみたいですけどね。で、一番最初に中国憲法というのを持ってきたのは沢先生だと思うんですね。戦後ですけども、その後に王重金先生が太極拳を持ってきましたけど、沢井先生の方が早いですね。まあ、王重金先生と沢井先生はすごい名優で、いつも写真も持ってますよね、王重金先生の。で、まあ私もね、ちょっと人に話すと、武田君それは夢だよとよく言われるんですけども、ある時一生懸命になって本拳ばっかり練習したことがあるんですよ。石神井ここへのとこ、こう、まあ打拳ですけど、それやっててさっきも通ってきたところで一人実際にやってる時に目の前にこういう白いもやがあって、おっ、これは何だろうと、ちょっとこう不思議な体験したことが結構あるんですね。それやってからある時にこう自分の部屋で寝てたら、額が本当に人に言うとおそらく信じない人がかなりいると思うんですけども、ね、光なんですね、人間ものすごい光。もう信じられないくらいの光。よく裸電球なんかにここに額につけると明るくなるけど、その何百万円も明るさになった経験がありますね。で、しばらく経ったら尾骨にこう、なんていうか、熱い焼き火鉢みたいなつけたら、あ、体が焼けてしまうなと思ったんですよ。これは一体何だろうと思ってたら、だんだん上に上がってきて、まあ、寝てる状態ですけども、背骨に登って、だんだんこの、まあ、本当に高越感というか、すごい快感ですね、それ。これ、まあ、その当時は全然知らなかったんですけど、後からヨガの本とか読むと、まあ、クンダリニ現象ということだったんですけども、ね。で、その時、思いましたね。本当に人間は全部一緒で光なんだと私は思いました。もう、まあ、それでやっぱりこうやって話すと一生懸命なんて聞いてくれてみて、ある人に話したらずっと聞いてくれたけど、武田君それは夢だって言われて一緒に二人ましたけど、まあ、おそらくここに来てる人はもうそういうこともなんかみんな経験してる人もいるんじゃないかなと私は思ってますね。で、ある時に占い師さんみたいな人がいて、その女性の方でしたけど、その現象は死ぬ時に誰もが見る経験で、あなたのあれじゃない、死ぬ瞬間は誰もがその経験をする。じゃあ私も一度死んだのかなと思って、まあそこで生き返ったからまあなったのかなと思ったんですけども、そういうものと、でも沢井先生の言ってる木ということは関係があるかないか分かんないんですけども、でもある程度のそういうものも関連するかなと思ってですね。で、今は結構なんていうか、外人さんの出している太極拳の本に本拳をやると日が昇るっていう名前忘れましたけど、で、石神井公園でやってる時にその、まあ、拳拳の本拳ですね、やってずっと立ってたら電動機
自転車吹かすとボッとこう急に出てきますよね。ああいう現象を腕に起こって一人でに上がるんですよね。まあそれは誰でも、まあ田中さんも上がってますしね、大体やる人はみんなやれば上がるんですね。木は本当にもうそのやり方次第で見守ってるし、まあ、沢井先生がよく説明したのは金魚ですね。金魚の鉢にポンと入れると、あのたくさんの金魚が泳いでると一緒にパッとこう向きを変える瞬間的に、まあ、猫の動きなんかまさしく蛇と猫なんかよく動画に乗っかってますけどね、猫がこう横見ても蛇が結構パンとこう瞬間的な動き、ああいう気が走るっていうのはああいうことを言うんじゃないかなと思うんですけどね。まあそういう気ということに関するとなかなか説明が難しいのかな。治療はやられなかった。治療はですね、あ、そうか、ある時に私が結構大きな横浜の人と対戦してる時に、急に乱戦の最中にちょっと待ってって言って、ね、パッと見たらその人こう中指がですねここまでこうぺったりとこうくっついてるんですよ。そしたら沢井先生は近づいてどれどれってなんかこうまあ悠然としてで持ってこう元に戻しましたね。一気にそういうなんていうか術は結構心得てましたね、すべて。で私が入門するときにその場で稽古というか怪我したときにはどうされるんですか。もちろんその場で処置するし、手に負えなかったらもちろん病院。まあ、何度かそういうちゃんと見たのはそれ一度きりですよね。でその時ですね、私もそういう術を身につけたいなと思って、それで一番最初に紹介された、まあその先生も割烹の先生だったんだけど、上野に加藤湊先生という方がおられまして、その時も90くらいでした。先生それで10時から3時くらいまで、それから薄井、まあ、先生に紹介されてカップを並ぶようになったんです。かなり沢井先生はそういうどこで習ったとかは聞いたことないんですけども、得得はしてましたね。やっぱりもちろん戦争中たくさんのそういう遺体とか見て、いろいろと研究もしたみたいですけど、その田中先生がされてるヨガの方で言うとクンダリニが上昇して、まあここはアジナチャクラだからアジナキナイタと思うんですけども、ええ、そういう話は、沢井先生の中ではあまりなかった。そういう話はね、沢井先生も知らなかったんですけども、ですね、どこに書いてた、ですね、書いてないんですけども、沢井先生が言われた木とはね、血の中にある。簡単に言えば血そのものと言っている。気分が高揚し、まるで全身の血が沸騰したような状態になる。練習していくと。剣池っていうのは強くなるものじゃなくて、そういう気が上昇するためっていうか、向こうもおそらく剣池ほとんどヨガと一緒で、そういうチャクラを開発する業ってのがあるんですね。で、そういう本当に肋骨からこう本当に血が沸騰したような状態に。だったと沢井先生言ったから、そういう全く沢井先生もヨガとか知らなかったんですけど、同じような現象は多分起きたんじゃないかなと思いますね。
血が沸騰したような状態で、まあ、そんな表現、何かの本にも書いてましたけども、で、沢井先生、そこのルノワールで言ってたのは、大抵とはただ単にこれだけなんだよっていうふうに言ってたんですけども、それ、まあ、右、その当時は分かんなかったんですけども、手を動かしたんじゃなくて、重心を右と左に移し替えてたんですね。まあ、さっき言った根拳法、まあ、用法で、用法っていうのは、まあ、空手っていうと逆付きなんですけど、逆付きでこうやっていくと、気が上りやすいんですね。それで右左、まあそれだけ後から立前と一緒にやってみるんですよ。おそらくすぐに腕がそういう状態になる人が結構いると思います。多分あと何でしたっけ、なんか質問があったり。いや、まあ、一応それで大丈夫。あ、そうですか。はい、はい、じゃあ先生、ちょうど8時になりましたので、はい、4、5分休憩でやったらいいので、その後先生、すみませんが、実践なり。あ、わかりました。